日本大阪府大阪市淀川区三国半球三国駅東口三国本町公園三国は大阪府大阪市淀川区の地域名である。現在の郵便番号は532-0005-532-0006。淀川区の北部、神崎川沿いに位置する。南北は約 2km、東西は約 1.7km の広範囲な地域である。 現在の町名では三国本町一の三丁目、西三国一から四丁目、東三国一から六丁目、十八条一から二丁目の四つの地名が存在する。北は神崎川を挟んで豊中市と水田市に接する。豊中市とは国道176号の新三国橋とその旧道に当たる三国橋で連絡している。水田市とは江の木橋。 国道423号線の18条を大橋、大分木橋で連絡している。南は、淀川区宮原に接する。西は、淀川区、新高、野中北、野中南、東は、JR 東海道本位線を挟んで、東淀川区西段路となる。なお、神崎川の北岸に、豊中市三国一丁目、方南町南、方南町東、 水田市南水田4丁目にそれぞれ接する飛び地がある。町並みは、淀川区18条、西三国では、アパート、一戸建て、長屋などが広がる完成な低層住宅地である。神崎川沿岸には工業地が広がっているが、バブル崩壊後の不況により、工場の撤退が相次いでいる。三国本町は一戸建てやマンションが並ぶ完成な住宅地と商業施設や、 オフィスビルなどが集まる地域が混在している。東三国では南に隣接する新大阪駅に近いため業務が集積しており住宅は少なく、オフィスビルホテルマンションが多く、商業施設や飲食店などが多い。町名としては、1925年に西成郡北中島村が大阪市東淀川区へ編入された際に、か田、宮原新家の二大技が三国町。 三国本町に改称されたのが最初で、神崎川の三国の私や三国橋に由来する。1974年には東淀川区の西部を淀川区として分離し、三国は淀川区に属するようになった。1980年代までは工場が集まる純工業地帯であったが、1990年代前半のバブル崩壊により、企業の移転、撤退が相次いだ。 その後地は、マンションや一戸建ての住居が建てられ、東三国駅や阪急三国駅周辺以外は、完静な住宅地が広がっている。駅内の西端を、阪急宝塚線の高架が通り、三国駅が設置されている。駅内の東部は新御堂筋に並走して、地下鉄御堂筋線東三国駅と、その300メートル東に、東海道本線東淀川駅があるものの、 淀川区18条や西三国など地域の大部分が依然鉄道空白地帯になっている。当地のバスは国道176号を通る阪急バスを除き、それ以外は大阪シティバスが運行しているが、鉄道の利便性が良いためか本数は1から2時間に1本程度と非常に少なく不便である。しかし、梅田から徒歩と鉄道を使って30分以内に、 行くことができる交通し弁な地域である。現在大阪市では2020年末まで東地区の東側と西宮原山頂目で区画整理を行っている。老朽化した建物や狭い路地が多い地域であり、市営住宅や古い民家の建て替え、道路の拡張などで密集状態を解消し安全で災害に強い町、また小規模公園を地区の 各場所に設置することで子供にも住みやすい街になることを目指している。阪急三国駅神崎川対岸から大阪市立宮原小学校。ありがとうございます。